はい、皆さんごきげんよう、シゲガレージです。今日も86カスタム100第3弾やっていきます。3の癖が強い。いや、3できないんですよ、僕は。硬い、なんか硬いね。こうやってやると小指離れちゃうんです。おじさんのファンデーション、今こうか、こうですか。そうですか、はい、はい、今日は何していくんですかね。あ、今日はね、ホイールだったりウイングだったりを、ね、取り付けていきたいと思います。なるほど、はい、結構出来上がってきましたね。うん、まあね、外装はそういう風に見えるかもしれないですけど、まあ内装も全くやってないですし、うん、これからまだまだどんどん変わっていきます。カスタムした86を、はい、皆さんにプレゼントする。そうですよ、そんなキックですよね。そうです。あの、視聴者の方から、はい、どのように応募したら86がもらえるかっていう質問がたくさん来てるんですけど。鋭い。皆様、この度、その応募方法が決まりましたので発表させていただきます。今回のこの動画から、動画内どこかでキーワードを出しますので、それをチェックしていただいて、後ほど Google フォームの方で記入する項目を設けますので、そこに記入していただきたいと。でプラス、まあ、尾行といいますか、車愛だったり語っていただきまして、その中から僕が選出させていただきます、うん、おー、という方法になります。直々に選んでくださるんですね、はいはい、一つ一つ読みますから見ていただけると嬉しいです、うん、じゃあキーワードラリーみたいな感じですかね。そうですね、はい、うん、まあ、動画とまたキーワードラリーを楽しみつつ、うん、楽しんでいただければと思います。分かりました、はい、でところですね、皆さんがどのような車が当たるか知りたいと思うんで、車両の説明したいと思います。この車、まずアップガレージさんからご提供いただきました。コメントの方でね、あの、ちょっとシゲさんの車ですかとかっていうのはあったので、その辺も説明しなきゃなと思ってましたので、トヨタ 86GTZN6 っていう方ですかね、はい、で走行距離が5万2000ちょっとです。でちなみにマニュアル車です。オートマー限定の方は乗れません。エンジンは NA の2リッター 2000cc ですね、はい。まあ、車の概要はこんな感じですかね。割と初心者でも乗りやすいような車ですね。あ、そう、乗りやすいと思う、うん、クラッチも重くないし、うん、車幅もね、そんなないし。それでは最後に見せていきたいと思います。はい、で今日取り付けるパーツはこちらです。 GT ウィングですね。大きいですね。そうだね、取り付けるとだいぶ迫力出ると思いますけども、うん、この GT ウィングは、アップガレージ和歌山店さんからご提供いただきました。うん、ありがとうございます。遠いとこから、はい。そして、シフトノブですね。これアップガレージさんのオリジナルパーツ開封させていただきます。生涯ガソリン車、わかる、その気持ち、こんな感じですね。チームアップガレージ、気になる方は概要欄に貼っときます。はい、各店舗の方で取り扱ってるらしいので。今日なんかキレが悪いですね。帰って夏バテあ、今日帰ってきたばっかりですか。広島から帰ってきた。あ、そうや、さっき帰ってきた。そうだそうだそうだった。そういえば4月になって帰ってきた。じゃあやっていきましょう。はい、はい、ファンの方からの質問に答えてもらいます。あ、来てますか。どんどん来てますよ。先ほどインスタで、はい、来てます。じゃあまずはちょっとこれ組んで合わせてみましょうかね。はい、はい、なんでじゃあまず足を組みます。これがウィング本体で、これも足なんで、どんな感じになるか合わせてみたいと思います、うん、時代ですね。ボーズじゃないところがベスト。やっぱ高校の時決勝進出でしょ。高校の時嫌でした。いやいや、もう、まあ、やだとかじゃない、もう諦めてたよね。いや、ボーズじゃないとこあんのみたいな。あー、そういうもんだっていう。走塁ガードの手袋のデザイン知りたいです。あ、これ、そうそう、鍋、ああ、鍋つかみって言われてるやつね。そうそうそう、鍋つかみ、あれ最近みんな使い始めましたね。まあ、使ってる人は使ってますね、うん、でも僕唯一違うところは、みんなは右手にはみ出てるけど、僕は左手にはみ出てるってことです、うん、それは何でたんですか。僕はヘッドスライディングするんで、左手でベースをタッチしに行くんで、うん、左手をカバーしてるんですけど、うん、多くの人は帰塁、うん、で、あの、牽制で戻るときとかに、うん、右手で戻るんで、右手タッチされるんで、右手怪我しないように右手つけてるんです。じゃあ牽制のとき危ないじゃないですか。それはもうしょうがないと思います。両手につけたらデザインを。デザインですか、はい、表が43、こっちが猫の肉球です。チームで一番ノリいい人誰ですか。ノリワイワイやってる時とかに、やっぱさすがだなって思うのは、やっぱ岸田じゃない。あと元木さん。え、
トキさん何でも突っ込むし、やっぱバラエティ出てるから、うん、そうなんですね。トキさんはね、インスタのショート結構見てくれる。あ、インスタショートか。またお前出てきたよ。いや見てるから出てくるんだよね。で言ったんだよ、うん、したら、いやもう気になってるじゃないですかって言ったの、うん、そしたら、ちゃうねん、朝一開いたらお前が出てくんねんって。もうそろそろ受験シーズンですよ。ああ、そうですね。中学3年生の受験生の母です。娘が受験を乗り切れる一言をお願いします。大変なのは、今はすごい大変だと思うんですけど、今頑張れば仮に合格できなかったとしても、その結果が全てじゃないし、その頑張った時間は絶対に意味あることだと思うんで、今は絶対頑張るべきです。頑張ってください。頑張ってください。どうですか、どうですか今のパンダさん。どうなんだろうね、私わかんない。わかんないけど、私いつ行ったらお金もかかるしさ、大変じゃん。ダメだったとしてもって、そんな後ろ向き、そんなことはダメだよ。でお母さんの気持ち、絶対これお金高いよ、絶対これ。そうだよ、勉強しろ。厳しい。こんな感じですかね。でもこれしっかりセンター決めたいな、測って。眠れない夜はどうしたらいいですか。いつも疲れてるから眠れないことないですよね。マジですぐ寝るわ。飛行機の中とかは？え、すぐ寝る。俺どこでも寝れるもん。え、ドンピシャだ。いやでもね、後ろから見てる限りめちゃくちゃいいし、いやいいよ、かっこいいっすね、いいっすね。いややっぱね、後ろから見てほしいわ、後ろから見てほしい、めちゃくちゃ合ってる、サイズ感もちょうどいい、視認できますもんね。なんて言うんだっけ、これ後ろのハイマウントランプ、これ視認できないと、あのウィングとかで隠れちゃうとダメなんですけど、視認できるんで。グッド、最高です、最高最高。ラッピングしてしっかりとつけたいと思います。その分サクッといきますか。じゃあやってください、はい、まず回していきますね。やってみます、うん、くるくる、おー取れた取れた。ここにシフトパターン書いてあるじゃないですか、純正は、うんうん、純正じゃないやつ書いてないじゃないですか、うん、書いてない場合はどこかね、この辺にこういうとことかね、うん、空いてるとこにシフトパターンのシールを貼らなきゃいけない。これだね。そんな気がします。むずいよこれ。はい、何、あ、ちょっかい出したのね。やめてください、ちょマジでキムタク出てきた。ちょ待てよでしょそれ。あ、そこちょマジでとは言わないでしょキムタク。はい、じゃあね、こんな感じで今日はウィングと、シフトノブを交換していきました。今回初めてのキーワードが出ましたね。はい、出ましたね、はい、何でしょうかね、何でしょうかね。キーワードラリープラスカスタム、お楽しみにしてみてください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、それでは皆さんごきげんよう。